はいどうも、副島マックスでございます。ホンダの N 番にクロスカブちゃんを詰めるかどうかっていう実験をします。 N 番、とある方に N 番をお借りしました。広いね。広いというか低いですね。ハイゼットはね、50センチ以上ありますんでね。これピラーレスなんだよね。わあ、ここまで開くんや。こんなに開く。ほとんど真横に開きます。そしてピラーレス、ものすごい広い空間。そっか、これあれだね、この座席がこうペタンとなるわけだ。こっちも開けようか。運転席がドアもすごいね、90度開くよ。このままここ走り抜けられそうやな。よいしょ。まあでもこういうのあるといいね。オプションのバーがついてます。こっちフックがかけれる場所がこことここにもありますね。ここに3箇所目、ここにもある。4箇所、ここにもある、まあ、ここもそうですね。ここにもある。まずそれ取って倒して、おーすごい、あーフラットになった。へー、あ、ここにあるね。ここにもある、ここにも、あ、本当だ、ここにもある。じゃあ8箇所、1,2,3,4,5,6,7,8 箇所あるな。あ、蓋があるんだ。へえ、これはここに直すんだ。なるほどね。おー、はあ、いいね。これでフルフラット状態。すごいな、なんだこりゃ、すごい空間。ここにカブちゃん積もうぜ。確かいいなあ。新しい車を見ると絶対欲しくなるよね。なんか目移りしちゃうね。クロスカブちゃんとこの土台のケースとラダーレールを同時に積みたいと。これを言って、でもこれ低いからこれいらんのちゃうか。普段はハイゼットカーゴちゃん、これがないとあのラダーレールかけてこう車に乗せることができないけど、これ低いからいらんかもしれんね。ラダーレールかけます。ラダーレール真ん中ではなくて少し右側にオフセットで設置しました。一応ちょっとこうこっち目で置いときましょう。そしたら楽かもね。こうなるわけよね。はいはいはい、クロスカブちゃんです。積み込んでみますね。よいしょ。はいはいはい、まあまあ余裕だわこれ。はいはい、あ、まあまあそうだよね、こんなもんでしょう。ああ、積み込めた。まあ余裕です。助手席を倒さないといけないけど、この状態で扉は閉まるでしょう。はいはい、閉まります。はあ、こうなるのね。高さがやっぱり余裕がありますね。ハイゼットカーゴちゃんの場合は上が結構ね、まあ言ったらハンドルギリギリ 2,3 センチぐらいしか余裕はないんですけど、車止めを行って、てか低いな。ハイゼットの積み込みと感覚が全然違う。ここにある、これにかけて止めます。えいし。でもう一箇所はここですね。ここで止めます。そうね、まあまあそうよね。で前だ。どこかな、ここで止めるんだけど、まあいっぱいあるもんね、選び放題だけど、まあここでしょうね。こうよね。うわ、なんか便利、何もすることないわ。もう買ってそのまますぐ積んでトランポ旅ができるわ。よし。はあ、ちょっと締め込みますね。締め込んでいきます。よし、いけたかな。いけたんちゃうかな。これでもうこれで動かないですよ。ほら、車が動いても多分大丈夫でしょう。倒れない、絶対倒れない。これ倒れることはないでしょ。車が横転しない限りはね、大丈夫。積み込めましたね。あっという間です。っていうか余裕があります。車内高が多分これ高いんですね。ハイゼットより多分高いと思う。長さはハイゼットの方がありますけど、これ積んだんだけど、ラダーレールとかいろんなもの積まなきゃいけないね。ラダーレール積めるかな。これどこに積むの。ここでしょうね。あ、ここいけるかな。このラダーレールがでかいのかな。
いやー、いけんのか。お、いけんのか。あ、いけた。あ、いけた。いけた。いけたわ。あら、いけちゃった。いけちゃいました。ちょっとね、なんか積み方考えないといけないけど、でもまあ積めるっていうことは分かった。で、例えばこういう荷物。こういう荷物をここに行くと。いけるね。全然いけるね。で、クロスカブちゃんのトップケース。これつけちゃいます。はい。これ、ウィンドウスクリーンです。こういうの。こういうのは隙間でいけるもんな。ここに行っておこうか。まだフロントの方に全然余裕があります。ここに本当旅の荷物とかこの辺に置けばいいね。これで OK だね。これで乗り込んでやね。よいしょ、エンジンスタートなわけですよ。ほら、かかっちゃうわけ。これで旅に出れるわけ。真横にカブちゃん、クロスカブちゃんいますけども、行けちゃうわけですよ。オートマチックなんだね。あー、これいい、いいじゃない。あ、これ楽だわ。クロスカブちゃん積んでいけますね。全然余裕。これはいい。素敵です。全然そのハイゼットカーゴと全然違うよ。いや、まあそうだよな、新しい車だしな。これはいいな。いや、素敵だね。これはいいね。これはいいですな。いや、これはいいな。ね、このトランポいいね。すごくいいね。これでね、田舎に行って降ろすわけですよ。ハイゼットカーゴちゃんとの違いはここ、この空間。シートがまずめちゃくちゃいい。まあ、いわゆる普通自動車みたいな感覚でドライバーズシートがあるので楽ですね。肘掛けもあるし、ほんとちょっと走るだけで全然違いが分かる。これはなんか長距離走ると思いっきり差が出そうだな。下ろしてみよう。いや、まあ積み込めたからね、下ろすのもまあまあ絶対できるし楽勝ですよね。まず荷物を下ろしの、よいしょ、ラダーレール。ラダーレールは結構意外と冷たな。よいしょ、ラチェット外します。よいしょ、車止め外します。で、下ろす。あ、でも車高低いからこっちの方がやりやすいぞ。いや、全然車高低いっていいな。あ、傾斜が緩いしね。はい、下ろせましたな。これで直すということですね。はい、まあまあこんな感じですよね。それで旅の準備をして出発するということですな。車高が低い分やっぱり積みやすい、積みやすくなる。ハイゼットやっぱちょっとこのくらいありますもんね。で、傾斜がその分きつくなるから、ちょっとやっぱり積み下ろしの気遣いは N 版の方がやっぱ少なくて済みますね。低床のおかげですね。まあ、難しいね。難しいな。ハイゼットもいい車なんですよ。というわけで今回は N 版を使いましてクロスカブちゃんの積載テストをしてみました。もしよかったらチャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。副島 MAX でした。またお会いしましょう。みんなでトランポ旅をやりましょう。みんなでやろうぜ。いいなあ、 N 版素敵です。